今日は牛乳パックで簡単に作れる紅茶の台湾カステラを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は牛乳パックで簡単に作れる紅茶の台湾カステラを作りたいと思います。牛乳パックで型を作って、さらにホットケーキミックスで簡単に作っていきます。そして卵1個分の分量で作っていきますので、手軽に作っていただけるかなと思います。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料はこちらです。ホットケーキミックス、お砂糖、牛乳、卵、サラダ油、紅茶のティーバッグです。こちらの材料で作っていきます。今回紅茶はですね、こちらアールグレイを使います。これはお好みの紅茶を使っていただいて OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずですね、台湾カステラの型を今回牛乳パックで作りますので、牛乳パックの型を最初に作っていきます。こちら通常の1リットルサイズの牛乳パックです。卵1個分で手軽に作れるサイズにしていきます。まずですね、こちら中身を見ていただくと分かるんですけれども、のりしろ部分があります。こののりしろ部分がある面を切り抜いていきます。まずこれをハサミで切り抜きます。くり抜いてください。続きまして、この口の部分ですね、折れ線があると思うんですが、こちらも切り取ります。今こういった状態です。型のサイズを12センチにしたいので、まずこういった定規とか、あとメジャーを用意していただいて、そこから12センチ測ります。12センチよりも 2,3 ミリ長めのところに印をつけます。次、逆側も同じように印をつけます。この先ほど切った切り口から印の部分まで切れ込みを入れます。こんな感じです。で、そして反対側も同じように印の部分まで切れ込みを入れます。この切れ込みの部分から内側にこの切った部分を折り込みます。このように折り込みます。反対側も同じように折り込みましょう。今このような状態になってます。最後、こちら出ているところも両端に合わせて内側に折り込みます。折った部分を全部合わせていただいて、箱状態にしていただいたら、上の部分をホチキスでね、2箇所留めます。このようにしっかりとホチキスで留めていただいて、これで型の完成です。そうしましたら、ここにですね、クッキングシートを中に敷き詰めていきます。クッキングシートの幅を側面が全部オールぐらいの長さに切っていただきます。この箱を真ん中に置いていただいて、合わせて、そして印をつけます。印をつけていただいたところを折ります。印よりもちょっと内側に折ってください。反対側も同じように1ミリ2ミリちょっと内側に折ります。今このような状態です。こちらも折り込んで跡をつけます。で、折り込んで跡をつけます。そして跡をつけた部分を2ミリぐらい内側に折り込んで、反対側も同じように折り込みます。このように折りました。底の部分まで切れ込みを入れます。1個飛ばして、こちら側も切れ込みを入れます。1個飛ばして切れ込みを入れます。1個飛ばして切れ込みを入れます。交互にこのように切れ込みを入れてください。それでは型の中に敷き詰めていきます。はい、今ね、こういった状態です。で、ちょっとこの上のはみ出た部分が邪魔なので、こう縁に合わせて切っていきます。はい、このようにクッキングシートを敷き詰めてください。これで型の準備は OK です。それでは早速生地を作っていきます。まずですね、紅茶の香りを出すために一度、こちら開けていただいて、ティーバッグを切ります。そして器に出します。このように茶葉を出してください。そしてここに牛乳を加えます。ぐるぐるぐるっと混ぜていただいて、一度600ワットの電子レンジで20秒加熱して、紅茶の香りをより引き出します。では一度温めます。はい、20秒加熱しました。いい感じにミルクティーっぽい感じになっております。こちらはですね、このまま置いておきます。続きまして、卵ですね。卵を白身と黄身に分けます。大きいボールがありましたら、大きめのボールの方に白身ですね、そしてちっちゃめのボールに黄身を入れます。このように分けてください。白身はですね、使うまで冷凍庫で冷やしておきましょう。そうすると泡立ちも早くなります。
卵黄の生地を作っていきます。まず卵黄を溶きほぐします。辛さが気になる方は取り除いてください。ここにサラダ油を加えます。そしてよく混ぜましょう。そして先ほど温めておいた牛乳と紅茶の茶葉を入れます。茶葉ごと全部入れちゃいましょう。そしてこちらをよく混ぜます。こんな感じで OK です。それではここにホットケーキミックスをふるって加えます。ふるって加えないと結構ねダマダマになりやすいので、ザルでも大丈夫なので必ずふるってね入れるようにしてください。そうしましたらこちらを混ぜます。でダマができないようによく混ぜてください。しっかり混ざれば OK です。生地の硬さは今このぐらいです。結構ね緩めでタラタラと生地がつながって下に落ちるぐらいの柔らかさです。今から卵白を泡立てていきます。卵白を泡立てる前にオーブンを150度に予熱し始めましょう。今回はハンドミキサーを使いますが泡立て器でも OK です。泡立て器の場合は泡立ち具合を見比べながら作ってみてください。それではまず何も入れない状態で30秒高速で泡立てます。今粗めの泡が立ちました。ここに砂糖をまず半分加えましょう。そしてまた高速で30秒泡立てます。はい、そうするとですねこのように角が立ってきます。そして残りの砂糖も加えます。こちらも高速で30秒泡立てます。はい、先ほどよりもしっかりとした角が立ちます。それでは仕上げに低速で30秒泡立てます。そうするとですねこのメレンゲの泡がきめ細やかになりまして、あとツヤも出てきます。しっかりと角が立てば OK です。このようにあとツヤも出ます。それではこの2つの生地を混ぜ合わせましょう。卵黄の生地の方に一すくい入れます。そしてこちらをまず泡立て器で2つの生地をなじませるように混ぜていきます。1回目はねしっかりめに混ぜていただいて OK です。このようによく混ぜ合わせてください。また一すくい入れましょう。2回目からはゴムベラに持ち替えます。ふわっと混ぜていきます。泡をあまり潰さないイメージですね。今硬さはこのぐらいです。今度はこちらのメレンゲの方に卵黄の生地を入れます。これは混ぜムラをね防ぐためにも器を変えて混ぜていきます。こちら一気に全部入れちゃって OK です。でこのようにね生地の硬さをだんだん近づけていただくと混ざりやすくなります。下から持ち上げてふわっと混ぜていきます。ボールを少しこうやって回しながら混ぜていただくと混ぜやすいかなと思います。途中ねちょっとボコボコした塊があったら切るようにねこうやって混ぜます。はい、オーブンもね予熱が終わりましたね。このように混ざれば OK です。でこれ混ぜすぎてしまうと膨らみにくくなってしまうので注意してください。生地の硬さはこのぐらいです。たらーっとちょっと途切れながら生地が落ちるぐらいですね。これで生地の完成です。それではですね、湯煎焼きしていくので、牛乳パックの型を生地を流し込む前に、アルミホイルでね、こうやってくるみましょう。この型の中にお湯が入ってこないように、しっかりとアルミホイルで覆ってください。それでは型の中に生地を流し込みます。菜箸とかあと竹串などで表面をね、くるくるします。このように表面を慣らしてください。湯煎焼きするのでバットを用意していただいて、ここに清潔な布巾を1枚敷きます。布巾を敷いていただくと生地にゆっくり熱が入るのでふわっと綺麗な仕上がりになります。こちらに熱湯を注ぎます。だいたいバットの半分ぐらいまで入れてください。それではこちらの台湾カステラを150度のオーブンで45分焼いていきます。はい、焼き上がりました。こんな感じにふっくら仕上がってます。でそうしましたらすぐに高いところから3回ほど落とします。こうするとしぼみ防止になります。隠していただいて、それでは肩から取り出します。それではクッキングシートを剥がします。ピリピリピリっと、はいはい、プルプルに仕上がりました。これで完成です。それではカットします。切るときはナイフを温めてから切ってください。
中身はこんな感じに仕上がってます。これで紅茶の台湾カステラの完成です。こんな感じに仕上がってます。ふっかふかに仕上がりました。それではいただきます。ふかふかに仕上がってます。すっごいふかふかなんですよ。本当に時間が経ってもふわふわですからね。いただきます。すっごくふわふわで紅茶の香りもしっかりしてます。ふわふわ、砂糖入れてない生クリームとね合わせて食べていただくのもおすすめです。おいしい。今日も美味しく仕上がりました。今回の紅茶の台湾カステラのポイントです。この紅茶の香りなんですが、一度牛乳と一緒に温めていただくとより香りが楽しめます。そして生地を混ぜる時のポイントです。少しずつ生地の硬さをなじませながら、最後は混ぜムラがないようにメレンゲの方のボウルに生地を全部移していただいて、ふんわりゴムベラで混ぜるようにしてください。あまり混ぜすぎてしまうと膨らみにくくなってしまうので、こちらは注意していただけたらと思います。今回はですね、ハンドミキサーを使って泡立ててるんですけれども、卵1個分なので泡立て器でもね、だいたい2分ぐらい泡立てていただくとしっかりとね角が立つメレンゲに仕上がると思います。そして焼き上がりはですね、火傷しないように少し高い位置から3回ほど落としてください。そうすると熱い蒸気が抜けてしぼみにくくなります。でこの台湾カステラなんですけれども、しぼんでしまうときは焼き時間が足りないか、もしくは卵白の泡立てが足りないか、もしくは生地を混ぜすぎか、この3つぐらいが原因になるかなと思います。なのでその点に注意しながら作ってみてください。もしですね、焼いている途中に上がね焦げそうな場合は、途中でねすぐ開けてアルミホイルを敷いてまた焼き続けてください。ちょっとしたおやつとか、あとはおもてなしとかにもいいかなと思います。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。今日は牛乳パックで簡単に作れる紅茶の台湾カステラを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、Insta、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしてますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。